はい、今回はですね、このような動画を作っていきたいと思います。これはですね、結構複雑なんですよ。パッと見なんとなくこうだなと思うんですけども、いろいろとですね、他のコンポジションをね、いろいろと合成させたりしますんで、ちょっと複雑になるので、頑張っていきたいと思います。だんだんとですね、複雑になってくるとですね、最初に何を作るかというですね、順序立てみたいなものを、検討してから作っていかないとですね、やみこみに作ってもですね、どんどんレイヤーが重なってしまうので大変になってくると思います。そして今回ですね、作戦会議なんですけども、まずですね、この構成というのはどうやって見るかというのがあるんですが、ここを押してください。フローチャートです。あ、ここだ。はい、ここです。押しますとフローチャートというのが出てくるんですよ。最初ね、こうなってるんですけども、この構成がですね、このボタンを押すと、こういう風に作られてるっていうのがわかります。はい。いろいろとね、こう移動させることもできるんですが、つまりこのパーティクル文字2というですね、チュートリアルっていうのは、こういう形式でなってますよと。で、コンポジションが2つ重なってると、要は、ここはここでまた、いろいろと分裂してるんですよ。分岐してますよっていうことが挙げられるわけです。なので、まあ、まずここはですね、本体としてこう戦っていきまして、また別動隊二手に分かれてこちらの方も攻略していきつつ、最後に合流するというような、そういった技というのをですね、ちょっと解説してやっていきたいと思います。まずですね、コンポジションの設定ですね、 1280×720 で設定します。デュレーションは10秒で構いません。で、コンポジション名は、まあ、パーティクル文字3って書いてあるんですけども、まあ、メインみたいな感じで、最後投稿するので、まあ、こう、一個のね、確実な何か分かるような文字を打ってあげてください。まあ、統合が一番分かりやすいかなと思います。さあ、これで OK をしまして、背景のところにですね、まずは、桜のですね、模様を乗っけます。はい、こんな感じです。まあ、実写でもいいんですけどね、こういうのがいっぱいあると思いますんで、どっかからちょっと、入手していただければと思います。で、最初3秒かけて、ぼやかしをやっていきます。これちょうどこの間のボス戦でやったと思うんですけども、はい、ブラーノガウスですね。最初に、ブラーノガウスが、はい、ゼロになってます。そして3秒かけてブラーノガウスがかかるみたいな感じにしましょう。こんな感じですね。はい、こちらも連動してやってます。はい、エッジピクセルを繰り返すも入れてあげてくださいね。続いてですね、それと同じように今度はモーションです。下から、上から下だな。上から下にこう上がるような感じで3秒間。つまりこれはブラーノガウスと一緒に、タイミング合わせてあげてくださいということになります。まあこの辺ね、ちょっとリニアになっちゃってるんで、まあ使いたい人はグラフィッターを使って2つ選択して、はい、イージーイージーですね。こんなような形にしていただいても構いません。で、ここで少し、アクセントっていうかね、立体感出したいので、そうですね、ここのエフェクトから、はい、遠近のドロップシャドウ行きましょう。はい、ドロップシャドウね、ちょうどこちらの方向をこういう風にしてですね、距離感もうちょっと出しましょう。はい、そして柔らかさ出して、あとです、不透明度っていうのもね、変えられるんですね。これ、濃さですね、影のね。以前これは文字に使ったっていうのあると思うんですけども、別に文字に使わなくても全然いけるんですよ。何でもかかります。図形でもこういったキャラクターでも何でもいけます。で、例えば使い方としたら白にしちゃって、思いっきり不透明度をよいしょ100ぐらいにしちゃって、回転、あ、ごめんなさい、柔らかさですね。こんなのもね、こうピタッとやっちゃうとこ うまく分身したような感じにもなったりしますので、この辺はお好みに合わせて、うまく使ってあげると面白いかもしれません。はい、そうするとですね、こういうような感じでまずは出てきます。そして今度文字ですね。今までって文字を横にしか使ってなかったんですが、ずっとこう長押ししていただくと縦書き文字ツールっていうのが出てきます。これね、プルダウンで出るんですけども、これに切り替えましょう。そしてボタンを押してあげて、文字をちょっと打ち込みたいと思うんですが、まあ、これ何でもいいんですけどね、私の方は、はい、私がカゴの鳥であることには変わらなかった。私がカゴの鳥であることには変わらなかったですね。こんな感じで入れてあげます。はい、でですね、文字のところですね、フェードアップ、これかけたいと思います。まあ、どっからかけるかっていうのは、ちょうど降りてきたあたり、このぐらいがいいかな。はい、ここでかけます。そうするとちょうどこういうところの感じで変わらなかったという風な感じでつく
ことができますね。まあこれ文字の色とかね、好きな風に変えていただいて結構なんですが、まあこういう風にね、うまくテキストアニメーションのフェードアップですね、プリセットを使ってまずは本体を作ることができました。はい、続いてですね、花びら作りたいと思います。これはですね、フォトショップでもいいですし、あのシェイプレイヤーとか、まあ、なんかそういう図形みたいなのを加工していただいても結構です。でこれのコンポジションなんですけども、はい、これはですね 200×135 というような、特殊なコンポジションになっています。まあ、花びらそんなでかくする必要ないんで、 あんまり大きく作ってもしょうがないということで、最適な大きさで設定しました。まあ、もっとでかい質量のものがね、降ってくるんだったらもうちょっと大きくしなきゃいけないんですが、結構マシンパワーね、負担かかっちゃうんで、まあ、パーティクルで使うような花びらっていうのは部品としてね、こういう風に小さいコンポジションで作るっていうのが大きなポイントです。コンポジション名の方は、まあ、花びら回転なんですけど、花びらでもいいですし、なんか降ってくるものでも、まあ、何かしら、特有の、コンポジション名をつけてあげてください。でディレーションも同じ本体と合わせて10秒に設定いたします。はい、でですね、これを回転させるんですけども、普通に回転させるとですね、この回転これしか使えないんですよ。これしか使えないということで、これをちょっとどうにかしないとなということになります。ちなみにこれアルファチャンネルになってますからね、これ気をつけてくださいね。なってないと四角形が花びらとして動いてあるだけなので、しっかりとアルファで抜かれていることを確認します。さあ、そしてですね、新しく習う技といったですね、これちょっと本当に後半部分やるんですけども、 3D レイヤーというのをちょっと今回入れたいと思います。ここのね、スイッチオンにします。そうすると今度 XYZ っていうのがつきました。つまり3次元になるわけですね。今2次元なんで、基本的には X と Y しかなかったんですが、今度 Z っていうのが変わりました。 Z って何かというと、こういう、これ今ね、奥行きのところが回転している。そして Y はこういう風に回転する。そして X はこういう風に回転するってなってるんですけど、まあ、ちょっと細かい説明っていうのはですね、ちょっとここは、また違うところで触れたいと思いますので、まずはこの XYZ をですね、何もせずに0秒地点では0×00 みたいな形にしてあげてください。そして10秒、はい、ここの地点では全部を3回転します。ここのところね、3と打ち込みます。3、これも3、これも3。そうするとどうなるかというと、こういう風に動くんですよね。結構面白い動きをするんですけども、まあ、3D レイヤーってね、結構こういろいろと自由自在に操れます。あと花びらがペラなのはもうしょうがないんで、これ厚みつけるのはね、ちょっとまた違ったテクニックがいるんですけども、まあ気にならないレベルかなという感じで、こういう花びらとかね、あの面が薄いもの、厚みがないものに対してはいけるかなと思いますね。ポテチもいけるかもしれないですね、ポテチ。はい、でこれは作ったらまず部品として取っておいてあげてください。じゃあまたね、本体の方に戻りたいと思います。はい、本体の方に戻りましたら、今度は先ほど作ったね、花びらの方を振らしたいと思います。花びらを振らすにですね、パーティクルという技を使います。パーティクル、まあ多分初めて聞いた方もいると思うんですけども、まあ光のね、こういう粉みたいなのを振らすというようなね、まずベースを作りたいと思うんですけども、ここではですね、ベースを作る場合にレイヤーから新規の平面ですね、とにかく新規平面はもう使いますよね。そして黒選択してあげてください。もう新規平面使う場合はね、なんかデフォルト黒あたりでいいですよ、もう黒。その後に色変えるっていう形で構わないので、黒色使ってあげてください。また新規平面ね、光のエフェクト使う場合とかはね、結構この辺結構使いますので、覚えてあげてください。はい、黒。入れました。まあ、案の定ですね、黒色になりました。で、ここからですね、ちょうどパーティクルを使うんですけども、いいですか？平面に、はい、シミュレーションというのがあります。ここでパーティクルプレイグラウンドっていうのがあります。パーティクルプレイグラウンド、これをですね、選択します。はい、そうするとですね、なんか今すごいことになって真ん中になんか出てきましたね。でこれね、ちょっと分かりにくいんで背景消しましょう。一回ちょっと目を閉じて、はい、こんな感じにします。そうするとどうなってるかってちょっとプレビューしてみましょう。こんな感じで光の光というか、まあ赤い点がね、ただ単にこう散ってるだけなんですけども、これをですね、花びらに変えるというですね、技をやりたいと思います。さあ、まずやり方なんですけども、どこから説明しようかな。はい、こちらの方ね、まずパーティクルプレグラウンドやったと思うんですけど、いっぱいあります。いっぱい
で、ここで花びらを散らすために全部覚える必要はないので、必要な箇所だけちょっと細かく説明したいと思います。まずキャノンね、これキャノンとグリッドって相対をなすものなんですけども、まあオプションでね、こう選んでもいただいてもいいんですけども、ここではキャノンしか使えませんので、グリッドとかね、無視してください。で、キャノンなんですが、まず位置、これね、どっから振らしますよっていうね、位置を変えることができます。例えば左上だったらこんな感じで減らすことができます。まあこの辺はね、ちょっと分かりやすいんで、まず中央付近にやっておきます。そして半径ですね、この半径なんですが、2番目ね、これをですね、思いっきり上げちゃいます。はい、こんな感じで、はい、この半径を、円の半径を広げます。で、ここでまた孔明の罠で400しかいかないなわけないだろうということで、もうここはね、800でいいです。広げましょう。もっと広がるんですよ、絶対ね、広がります。はい、そうするとまず拡散具合ですね、これが変わりますよね。こんな感じになります。一箇所から出てたものが全体に広がって拡散して、まずはパーティクルがまあ降ってくるとか、こう上がったりするっていうような、そんなような形になります。そしてパーティクルの秒、これね、粒の量です。1秒間にどのくらい降らしますか。例えばね、分かりやすくて、これ500にします。どうなるかっていうと、500個、粒が多いでしょ、粒が500個生成されますよっつって、多くなります。で、この粒を、少なくする場合は、例えば10個にしましょう。10個にするとこんな感じで、まああんまり目立たないですよね。そんなような感じで粒の多さをまずは決めます。ちなみにこの粒一粒一粒が花びらになっていくと思ってください。なので、あんまり多くしちゃうと花吹雪になって見えなくなっちゃうというオチがありますんで、気をつけてくださいね。はい、で、こちらの方で次、そうだな、ランダムのね、拡散方向行きましょうか。はい、これね、何やるかというとね、上げます。ちょっとまあ200くらいにしましょうか。どうなるかというと、拡散するんですよ。動きがなんか拡散というか、こうホタルみたいな動きしてません？こう今までそんなこう普通に順列だったのが、こういう風にランダムになります。はい、これまず大きいポイントかなと思います。あと動きがね、花びらの動きなんで早いじゃないですか、結構。これもね、ちょっとまずいので、速度もね、50ぐらいにしましょう。はい、そうするとゆっくり降ってくるような形になるのかな。はい、まずはですね、ベースの、はい、押さえっていうのをですね、うまく解説することができたと思います。はい、続いてですね、レイヤーマップを開いてください。レイヤーマップ、これはですね、この赤い粒に何をうまくこう当てはめるかということで、さまざまなね、ものを選ぶことができるんですが、これこそですね、先ほど別動隊が作ったですね、この花びら回転、これをですね、持ってくるんですけども、いいですか、これね、どうやって当てはめるかっていうと、一緒に乗っけちゃうんですよ、こうやってタイムライン上に。そうすると花びら出てきますよね、真ん中にね、出てくるんですけど、まあいいや、出てきます。それで出てきてからどうするかっていうと、ここのレイヤーを使用のところからタイムラインに乗っけたものだと出てくるんですよ、ここに。これなきゃダメですよ、これがなきゃダメだけど、要はタイムラインに乗っけちゃったら候補として上がるわけです。なんで自動的にこれが候補ということで、作ったのを当ててみたいと思います。はい、バチッ、はい、変わりました。すごいですね、なんかこんな感じで、はい、なんかダンスしてるような感じで降ってきてるんですけども、はい、こういうような感じで出てきました。それで今乗っけたやつは、極端なし、見えなくたっていいんですよ。見えなくても、もうすでにここで設定されれば、もう順としてこう構えている形になるので、まあ真ん中これが見えちゃうと移動がしないわけですね。真ん中のだけ落ちてこないじゃないですか。ということを考えると、これはもう目をつぶっちゃってなくしてもいいです。ただなくしても存在はいるので、このパーティクル君、パーティクルプレイグラウンド君には覚えられています。もうこれだよと。でも私は身を隠したよって見えなくなるわけですね。はい、でこの振り方だとあまりにもお粗末なので、ここでですね、相対ランダムって選んでください。はい、うまくね、こう合わせてランダムにする形です。そしてこれだけだと変わらないので、何をやるかというと、このランダムの設定というのを選びます。これをですね、上げてください。グッと、そうすると変わりますよね。なんというか、こう様々な形に変わります。このランダム値をいじることによって、花びらがまあこういろんな形でね、ずれていくということが可能となっています。さあ、ここまでできたらですね、あとは重力です。はい、重力、これはですね、もう皆さん地球に住んでるとは思うんで分かると思うんですけども、重力です。いわゆる、まあ力っていうかね、この速さ、グラビティね、こういったものをうまくコントロールするものです。
で、この力を今だとどうなってるかっていうと、こんな感じなんですよ。なんか重力ないっていうか、結構浮いてません？結構浮いてる感じがするんですよ。なんでこれをもっと振らしたいということで、この力の値をですね、もう3倍ぐらいにしましょう。300とか360ぐらいにしましょうか。はい、そうすると降ってきます。こんな感じでやっと降ってきたなという感じになります。あとは方向、今下に真下に行ってて180度ね、真下なんで、そうだな、これもうちょっと左側あたりに200度ぐらいでいいかな。こっちね、こっち200度ぐらいにやると、そうですね、ちょうどいい感じで真下に行かないで、ちょっと風が吹いたような感じになると思います。あとはここの位置ね、位置をもう上、かなり上に持ってってください。要は場外から降らすような感じになるんで、こんなような形で行ってくれば OK かなと思います。あとはこちらの方ね、本体の方見えなかったやつを、はい、上げていくと無事ですね、こんなような形で降ってくるっていう風になると思います。はい、まあ今回はですね、ちょっとパーティクル結構ね難しいというか、いろいろと細かい設定が必要なんですが、まあ花びらをね振らすという形では結構ベーシックにうまくできたかなというふうに思います。まああとね、いろんな値を変えるとこの振り方とかもだいぶ変わってくるので、その辺はね、振らすものによってカスタマイズしたいとか、まあうまく位置とかを調整してあげるとかっこよく決まるんじゃないかなというふうに思います。